妖怪の森はこっちの方角のはず。全く狭間なんてないじゃない。マリカのやつ、狭間見つかったのかしら。レイカ、のドッペルゲンガー？違うわ本人。ここすぐ近くに妖怪の山があるけど、天魔に用があるの？違うわよ狭間探し。邪魔するならぶっ飛ばすわよ。邪魔はしないよ。マリカは？空がダメなら地底にあるかもしれないって言ってたから地底に行ったわよ。そこのあなたそこで何してるんですか？誰かと思えばもみじじゃない。そこにいる霊夢さんのそっくりさんは？霊夢のご先祖様よ。そうですか。はじめまして私は白狼天狗の犬走りもみじと申します。白霊霊かよ。天魔様がおっしゃっていた方ですか？あいつまだ生きてるの？おいおいひどいな。勝手に私を殺すなよ。出たわね天狗を束ねし者。懐かしいな霊かにそう呼ばれるのはな。それでは私たちはこれにて。それじゃ。幻想に咲いた花の名前は私は知らない。明日が来ると信じた君の種だけに。行き場のないこの気持ちが風が吹いたら忘れよう。いつかの言葉だけでも君は救われてくれるのだろうか。この雨が上がるように。時間はいつも残酷に過ぎ去って、さよならの意味は君にはもう届きはしない。幻想は霊下が現代のここに迷い込むとはな。まさかあの美魔の弟子も来てるのか。マリカも来てるわよ。そうかそうか。天狗たちを束ねる身としては仕事がきつい。まさかあんたこんな時間からお酒飲んでるの。今日は休暇だから問題ない。おいお酒いい。天魔様、お酒飲みすぎです。いいじゃん、ダメなものはダメです。ケチー。あ、霊下さん。ん、何よ。狭間というものはどのような感じですか？私も見たことないけど伝承だと隙間みたいな狭間だったらしいわよ。それなら遠くで肉眼で見られますか？あ、やっぱりある程度場所を絞って探した方がいいのでは。なんかおすすめの場所とかないの？やっぱり情報を集めるなら森屋神社に一回行った方がいいかと。霊下もう行くのか。それでその森屋神社ってどこにあるの？外に出て妖怪の山の山頂に森屋神社はあります。そう、ありがとう。天魔様、よろしかったのですか？霊下さんに霊の件を伝えしなくても。ん？別に大丈夫でしょ。あの子はめんどくさがりだけどやるときはやる子なのよ。あやーお酒ー。だからダメですって、これ以上飲むと明日の仕事に支障きますって。